では改めまして見事第二レース一着となりました岩津雄介選手ですおめでとうございますどうもありがとうございました大きな声援が今も飛んでますいかがですかいや本当に嬉しいですレースも振り返っていきたいんですけれども今日は町田選手との連携でしたついていてどうでしたかいや本当に頼もしい限りです そして岩津選手ご自身も、まあ、後方から三番の佐々木選手あたりがねまくってきていたのをちらちらとご覧になっていてそのあたり余裕はいや本当は強い選手なんでどのぐらいのスピードで来るか町田君も強いんですけど油断できなかったです、ね、そして直線では、えー、ここは神山選手もねかなり迫ってきてましたそうですねあのうちも外も気配がしてたんで まあ、とにかくあの一生懸命踏みました。そこはさすがにバ選手ですね。えー、町田くんのおかげですね。ご自身近況なんですけれども、ぐんぐん調子が戻ってきているようにお見かけしてるんですが。はい。あの？昨年結構怪我が多くて、その影響で結構なかなか戻らない感じは長かったんですけど、あのその感じがなくなって。今じゅ。 すすごくいいい感じだと思いますそして、今日なんですけれどもバンクのコンディションとして岩津選手はどのように感じていらっしゃいますかいやあのバンク時代はそんなに風も強くないんで、まあ、この時期だったら走りやすい方なのかなと思っていますさあ、それでは明日以降に向けての岩津選手の意気込みをお聞かせください。はいあの 四国もあのー、地元地区と変わらないぐらいの気持ちで、あのー、走らせてもらって、えー、少しでも多く、あの中四国勢で盛り上げていけたらと思ってます。また応援よろしくお願いします。おめでとうございました。岩津祐介選手にお話伺いました。おめでとうございます。ありがとうございました。